おい、どうも、愛知でございます。本日なんですけども、社会人だけじゃない、監督にも3年必要なのかということで、まあ4月になり、新生活始まりましたが、社会人はね、だいたい3年、まあ1社目でやった方がいいという風潮があります。で、実は監督にもね、同じように3年間は待とう、みたいな風潮があり、なんで監督にも3年待たなきゃいけないんだろうっていう風潮があるのか調べてみたんですよ。したら、ペップがシティで成功を収めるまでの年数と、まあ、クロップが、まあ、リバプールで成功を収めるまでの、まあ、年数が大体3年かかったということだから、彼らのようにね、成功を収めるには3年は必要だという流れが出来上がったということみたいでございます。まあ、だったらね、まあ、この際だし、あんまやったことないですけど、まあ、今回はね、彼らの3年間を、まあ、振り返っていって、まあ、実際どれぐらい変わったのかっていうのを見ていこうかなと思います。で、皆様知っての通り、俺はね、1920シーズンから見始めたにわかで、当時のことなんてね、マジで知りません。てかまあ実際現在のリバプールとシティの細かい現状に関してもよく分かってない。まあアスレティックとかが教えてくれる、まあシティのね、不正の件とか、あのリバプールがどれだけ、なんだろう、いろいろ頑張ってきたのかみたいなのは、まあなんだろう、記事で分かる情報しかないので、まあ今回は逆に知らないので、プレミアリーグが公開しているシーズンごとのスタッツやトランスファーマーケットで分かる移籍金にどれぐらいかかったのかみたいな、なんかそういう数値ベースで、リバプールとシティの3年間を振り返っていこうかなと思います。多分ね、エピソードを中心にペップのなんだろう、成り上がりとか、クロップがリバプールを変えたみたいなのって、多分いろんなチャンネルが出してると思うんですよ。だけど、多分数値だけ、スタッツだけで振り返ったのって多分ないと思うから、まあ、今回の動画は、まあ、珍しいというか、まあまあ、自分でね、台本書いてて面白いと思ったので、まあ、やっていこうかなと思います。とりあえずこんな感じでね、数値ベースで振り返っていくので、まあ、視聴者の皆様、リスナーの皆様に気をつけてほしいというか、まあ、やってほしいことがあるんだけど、細かい怪我人の状況とか、まあ、本当はこういうシーズンだったよみたいな、なんか多分有識者がいっぱいいるはずなので、まあ、その人の、その有識者の方々は、実際のね、リバプールとシティには、数値上にはなかなか現れにくい、まあ、エピソードってきっといっぱいあると思いますから、その辺のエピソードをコメント欄で補足してくださるとありがたいって感じです。それでは行きます。まずは退任が決まっているクロップとリバプールの3年間から振り返っていこうかなと思います。クロップが就任する前の1415シーズン、リバプールはジェラードのラストシーズンでプレミアリーグでは6位に終わっており、クロップはその次の1516シーズンから就任しておりますが、夏の移籍市場からね、監督に就任したというわけではなく、10月から就任しているということですから、そのシーズンの夏の移籍市場、現在も所属しているジョー・ゴメスや後にレジェンドとなったフィルミーノやミロージが来てるっちゃ来てるんですが、まあクロップの意思とはあまり関係がなく、リーグでの順位は10位で、欧州の大会はヨーロッパリーグで始まることとなりました。ここで大事なのはね、クロップは途中からの就任なので、一番最初の夏の移籍市場ではほとんど動けてません。この辺はね、結構3年間を振り返る上で、ハンデでもあったんじゃないかなと思います。一応クロップが初めてリバプールを率いた時のスタメンはこんな感じとなっております。そして途中で就任したクロップは10位から始まりましたが、最終的に8位まで順位を上げることに成功し、シーズンを終えることとなりました。まあでも一応、リーグでは微妙だったけど、カップ戦ではね、まあまあいけてますから、いろいろ言われるのはかわいそうなのかなとは思います。まあちなみにね、クロップが就任するとき10位ということでしたが、クロップの前の監督であるロジャース先生はね、8試合で勝ち点12点しか取れてなかったということですから、まあクロップがね、そこまで順位を上げれなかったのは、まあロジャース先輩のね、やらかしも結構な要因なんじゃないかなとは思います。一応ね、序盤はロジャースが監督をやってるんですけど、クロップ1年目のリバプールがプレミアリーグでどんなスタッツを残してたのかっていうのを、クロップが就任する前のシーズンと比較しながら見ていこうかなと思います。すると得点数は52点から63まで増えており、失点数は48から50と少し増えてしまい、クリーンシートは14から11に減ったということでございます。これら大きめのスタッツを振り返ると、得点は非常に伸び、まあ失点とかね、クリーンシートの数は少し減りましたが、めちゃめちゃ変わったかっていうとそういうわけではないので、とりあえずクロップが就任したことによって攻撃面が伸びたと考えていいんじゃないかなと思います。そんでね、大まかなスタッツの変化は分かったと思うので、細かなスタッツを見ていきますと、合計のシュート数は590から629と増加、そして決定機も38から56と増えており、インターセプトの数は442から549に増加し、クリアの数は1175から871と大幅に
減少しております。これら細かい数値の変化を振り返りますと、クリアの数が減り、インターセプトの数が増え、シュートや決定機の数がかなり増えていることから、ゲーゲンプレスがね、1年目から徐々に機能し始め、守備より攻撃の時間が増えていることが分かるんじゃないかなと思います。しかし若干ですが、失点数が増え、クリーンシートが減ってますから、課題は守備だよねっていう感じだったのかなと思います。だからまあ補強するんだったらば、2年目クロップは主陣営を補強したくなってるんじゃないかなと思いました。ちなみにデビューした時のスタメンは先ほども言いましたが、こんな感じとなっていて、最終節ではこうなってたよということでございます。まあ一応ね、スタメンとかは振り返ったものの、移籍市場では動けてませんので、特に変化はないっていう感じでいいんじゃないかなと思います。そしてクロップが初めてフルでシーズンを戦った16-17シーズン見ていきますと、まず初めての夏の移籍市場でクロップとリバプールは合計で約8000万ユーロ使い、マネやワイナルドゥム、マティップやカリウスを獲得することとなりました。特にこの3人はクロップとともに全盛期を作ったイメージが強いですし、この3人を約8000万ユーロで獲得できたっていうのはマジででかかったんじゃないかなと思います。この辺のことを考えると、リバプールのフロント陣営ってマジで有能だったんじゃないかなと思います。ちなみにクロップがね、最初に指揮したスタメンはこんな感じでしたが、2年目の開幕戦はこんな感じのスタメンということでございました。なんとなく一回移籍市場挟むとね、クロップ色が強くなってきたなっていう感じはしたんじゃないかなって感じです。そして順位の変化を見ていきますと、プレミアでは前回8位で終わってましたが、4位まで順位を上げることに成功し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。しかしカップ戦では昨シーズンとは違い、特に目立つ成績はなく、チャンピオンズリーグは出場できるけど無冠という感じで終わることとなりました。まあカップ戦でね、タイトル取れないシーズンっていうのは結構悲しかったりはしますが、まあ結局ね、チャンピオンズリーグ出場できた方が面白いし、まあ、ぶっちゃけチャンピオンズリーグ出れるって嬉しいじゃないですか。だからまあ2年目だし、そんなに無冠でも文句は言われないんじゃないかなって感じです。そして気になるスタッツの変化も見ていきますと、得点数は63から78に増加し、失点数も50点から42点まで減らすことができました。しかしクリーンシートの数は11から12になり、あまり増えておらず、得点数に比べると失点数は大幅に減ったかっていうと、そういうわけでもないという感じになってます。そんでね、大きめなスタッツより面白い細かいスタッツの変化見ていきますと、シュート数は629から640と微増って、決定機は56から50と減ることになってしまいました。得点数は増えててね、シュート数は微増って感じだけど、決定機が減ってしまったっていうのは意外だったように感じました。もしかしたらチャンスメーカー、まあこのシーズンだとコーチーニョとかフィルミーノとかが、まあシーズンの途中で負傷したんじゃないかなと思ってしまいました。そして守備面では、タックル数が871から718へ減少し、昨シーズン増えていたインターセプトは549から410へと大幅に減少。そしてクリアの数は871から883へとわずかに増加するということになりました。守備時の行動はね、全体的に減少し、クリーンシートがやや増えて、失点を大幅に減らすことに成功し、得点やシュート数は一応増えているということですから、まあ昨シーズンよりも守備をする時間より攻撃をする時間の方が増えたと考えていいのかなと思います。インターセプトをする時間が減ってるからね、ゲーゲンプレスのあれはどうなんだっていうのはありますけど、クリア以外は減ってますから、まあゲーゲンプレスがどんどん機能するようになって、攻撃の時間が増えたと考えていいのかなと思います。そんでクロップ1年目の最後の試合のスタメンはこんな感じでしたが、このシーズンの最後のスタメンはこんな感じということでございました。ちなみにこのシーズンから加入したマネは29試合で13ゴール7アシストと大活躍しているので、クロップ的には最高の補強になったと思いますし、リバプールの得点数が増えたのはマネの影響もあるんじゃないかなと思います。そんで3年目の17-18シーズン見ていきますと、冬の移籍市場にてコーチーニョが1億3500万ユーロで移籍したからか、リバプールは合計で約1.7億ユーロも使っており、ファンダイクを約8500万ユーロで獲得しており、サラ、チェンバレン、ロバートソンの3人を約9000万ユーロという安い移籍金で獲得しておりました。コーチーニョの対談でね、あまり改善できてなさそうだった守備にお金をかけたのはマジでいいお金の使い方をしたんじゃないかなと思いました。ちなみに2年目の開幕時のスタメンはこんな感じでしたが、3年目の開幕のスタメンはこんな感じとなっておりました。この3年目でね、かつて全盛期を作ったフロント3がリバプールに揃うこととなり、昨シーズン地味に昇格していたアーノルドがスタメンになってて、ファンダイクはね、冬に加入ということですから、まだこのスカットには彼の姿がないですけども、まあ、ほぼほぼ3年目の夏の時点でスカットは完成しつつあると考えていいんじゃないかなと思います。そんで成績の方を見ていきますと、意外でもリーグでの結果は4位から4位とあまり変化はありませんでした。しかしチャンピオンズリーグでは決勝まで進むことができ、結果的に BBC 全盛期のマドリーには負けることになってしまいましたが、初めてのチャンピオンズリーグで決勝まで行けたっていうのは本当にすごいことなんじゃないかなと思います。一旦ここからね、細
かなスタッツ見ていっていいんですけども、チームの、ね、攻撃力が爆発しているのが結果に表れてますので、まずはそっちから見ていこうかなと思います。リバプールの前線フロント3、まあ、この3人はチャンピオンズリーグなのにもかかわらず全員が10得点ずつ決めるという偉業を達成しており、他にもアシストのトップ3はミルナーが8、フィルミーノが7、サラが4で、チャンピオンズリーグなのにもかかわらずリバプールが独占するという状況ができてます。またプレミアの話にはなるんですけども、サラはリバプールに加入して1年目だったんですが、32ゴール決めることに成功し、プレミアで得点王になるという偉業を達成しておりました。この辺を見るとね、まだ細かなスタッツは見てないですが、クロップの戦術が浸透して補強も大成功っていう流れが起きたから、リバプールはこのような素晴らしい成績をチャンピオンズリーグで残すことができ、決勝まで行ったんじゃないかなと思います。そしてスタッツの変化も見ていきますと、得点数は78から84と微増っていう感じですが、失点数は42から38と減っており、クリーンシートは12から17と増加しておりますからな、チャンピオンズリーグやリーグでの結果を見るとリバプールは攻撃的になったっていう感じがしておりましたが、チーム全体として伸びたのは守備の方ということになっておりました。また守備面での細かいスタッツの変化は1年目から2年目とほとんど変わっておらず、タックル数、インターセプト、クリアの数は全体的に減少ということでございました。なのでこの辺のことを考えますと、ゲーゲンプレスの完成度がかなり上がっていったため、素早く相手からボールを奪うことに成功し、攻撃の時間が増え、守備時の行動のスタッツが大幅に減少したと考えていいんじゃないかなと思います。ちなみに2年目の最終節のメンバーはこんな感じでしたが、3年目の最終節はこんな感じとなっておりました。おいえ、とりあえずこんな感じでクロップの3年間を振り返りましたから、感想を話していきますと、まあ就任前とね、就任してから3年目のスタッツを振り返っていくと、なんかもっと分かりやすい変化が見れますので、そちらの方を見ながらもう一回スタッツの方を見ていきますと、得点数は52から84と増加し、シュート数も590から638へと増加、決定機は38から78とほぼ倍ぐらい増加してますからな、クロップが就任してからかなり攻撃面が良くなったのは分かるんじゃないかなと思います。また守備面ではクリーンシートが14から17へ増加し、失点数も48から38へ減少、守備の細かいスタッツも見ていきますと、タックルの数は798から637、インターセプトの数は442から379、クリアの数も1175から736と、守備時の行動が圧倒的に低くなってますから、クロップのゲーゲンプレスが3年間でしっかり機能することとなり、攻撃する時間が増え、チャンスを倍ぐらい増やしているということですから、やっぱクロップが来たことによってリバプールが大きく変わったっていうのはスタッツにも現れてるんじゃないかなと思います。まあこんな感じでね、リバプールを変えることができたのはクロップの腕前がね素晴らしいっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、クロップが初めて率いた時のスタメンと3年目の最後のスタメンを見ると、ミルナー以外全員変わっているということがわかります。なのでこの辺のことを踏まえるとね、クロップの実力も間違いないっちゃ間違いないんですが、クロップがいくら戦術をね浸透させる力が強かったとはいえ、移籍市場でね素晴らしい選手たちを取ってこなかったら、ここまでうまくはいかなかったと思いますので、リバプールのフロントがやはり優秀だったっていうのはあるんじゃないかなと思います。また移籍市場での動きもね細かく振り返っていくと、マネやサラなど即戦力になる前線の選手を獲得できたっていうのもかなりでかかったんじゃないかなと思います。マネは1年目からこのようなスタッツを残せて、サラは1年目からプレミア得点王ですから、本当フロントの動きって大事っすよね。しかも彼ら攻撃陣営が爆発したと分かれば、冬の移籍市場でコーチーニを売却して最終的に守備の要になったファンダイクを獲得してますから、本当になんて言うんだろう、この動きっていうのはマジで完璧だったんじゃないかなと思います。ここ最近の流れだとね、なんか後方から整備して最後に前線みたいな、なんかそういう風潮、まあなんとなく俺しか思ってないかもしれないから間違ってたら申し訳ないけど、なんとなくそういう風潮がありましたが、どっちかというとリバプールに関しては前線の補強で結構当てて得点しまくり、最後に守備を整えるみたいな、なんかそういう感じがしたので、この辺は個人的に意外だったかなって感じです。まあ一応マティップ取ったりね、まあカリウス取ったりしてるから守備全くしてないかっていうとそういうわけじゃないけど、なんか個人的にはね、もっとディフェンス陣営にお金かけてっていう、なんだろう、勝手な妄想してたから意外に感じたのかもしれません。とりあえずこんな感じでね、クロップの3年間振り返りましたが、1年目はね移籍市場では大きく動けておらず、補強はね2年目からということですから、しつこいようですが2年間の補強で当て切ったのはすごいと思いますし、クロップが就任してから使ったお金は約 2.5 億ユーロということですから、約 2.5 億ユーロでチャンピオンズリーグ決勝まで行けるスカットを作れたリバプールのフロント陣営は強いんじゃないかなって感じです。とりあえずクロップのパートでもうすでに分かったけど、まあ、監督の実力も大事だけど、成功を収めるにはフロントが一石をミスらないっていうのがよく分かりましたので、まあこの辺はやっぱ収穫なんじゃないかなと思いました。おいえ、そしてペップの3年間見ていきますと、ペップはクロップとは異なり途中からの就任ではなく、白く17シーズンの夏の
成績市場から指揮を取り始めており、加えてチーム状況はクロップよりも良く、就任前のシーズンでは4位で終わっていますから、欧州の大会ではチャンピオンズリーグがあり、就任前からプレミアで得点王争いをしているアグエロがいて、現在もシティでエースを務めているデブライネもすでに入団しているという状況でございました。この辺を踏まえるとね、リバプールとクロップは1年目にクロップの理想通りの補強はできてませんから、ペップの方が状況が良かったというのは間違いないんじゃないかなと思います。そんな状況でペップとシティは冬と夏の合計で約 2.2 億ユーロを使い、大きめな遺跡だけを見ていきますと、エバートンからストーンズ、バルサからブラボー、ドルトムントからギュンドワン、シャルケからザネを獲得し、冬にブラジルからジゼスを獲得しております。リバプールとクロップが2年間で使った遺跡金の合計が約 2.5 億ユーロだったのに、いきなり 2.2 億ユーロ使えるシティっていうのはまあさすがだなという感じがしました。そしてペップとシティはね、獲得だけでなく放出の方もうまく行っており、長年守護神を務めていたジョー・ハートをローンで放出し、他にもジェコやナスリなども放出しているという状況でございます。まあ獲得するだけじゃなく放出もしっかりしてるぜっていうのはペップらしいですね。ちなみに就任してから初めてのスタメンはこんな感じとなっております。まあアグエルとかケビンはねいるっちゃいるんですけど、まだこっから変わっていくんだろうなっていうメンバーでございました。で結果の方を見ていきますと、昨シーズンのプレミアでシティは4位でしたが、 2.2 億ユーロとかなり遺跡金をつぎ込んだのにもかかわらず、2度にもシティは3位でシーズンを終えており、またカップ戦では EFL カップでは4回戦、 FA カップは準決勝、チャンピオンズリーグではベスト16と無冠で終えることになっております。ペップもクロップも無冠で終えてますから、しっかりカップ戦ですけど優勝しきったテンハグはもしかしたらすごいんじゃないかなと思いました。もしかしたらっていうか、やっぱ1年目から優勝できたってやっぱすげえんだなマジで。で就任前とね就任後のチームのスタッツの方を見ていきますと、特に攻撃面での変化が大きく見られ、ゴール数は71から80に上がっており、決定機の数は55から76へと大幅に増加しておりました。チャンスが増えてね、ゴールが増えているっていうのはファン的にはすごく嬉しかったんじゃないかなって感じです。でペップといったらね、ポゼッションサッカーでパスが重要な数値だと思いますから、パスのスタッツの方も見ていきますと、パスの数は2488から22705へ増加しており、パスの精度も 83% から 86% へ向上しております。パスの数がね 10% 近く増えたのにもかかわらず、パスの精度がしっかり上がってるっていうのはさすがペップというか、まあさすがペップだなと思ってしまいました。そして守備面での変化見ていきますと、クリーンシートは16から12へと減少しましたが、失点数は42から39へやや減少するという感じでございます。意外とね攻撃はすげえ伸びたけど、守備での大きめな結果はあんま変わってないんだなっていうのが意外だったように思います。しかし細かいスタッツを見ていきますと、かなり変化があり、タックルの数は729から642と減少し、クリアの数は940から904、インターセプトは630から498と、細かいスタッツはねこんな感じで変わっていることがわかると思います。だからまあその変化を振り返ると、守備時の行動は減っており、シュート数やパスの数が増えておりますから、守備よりも攻撃の時間が増えてるっていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。ちなみに1年目の最後の場面はこんな感じとなっておりました。開幕のスタメンと比べると新戦力たちが馴染んでシティっぽくなったなっていう印象が強いです。そして2年目の1718シーズンの方を見ていきますと、ペップは合計で約3億ユーロ使い、メンディ、ウォーカー、ベルナルド、シューバー、エデルソン、ダニーロ、そして冬にラポルテを獲得し、一気にメンバーを揃えていくこととなりました。このシーズンに獲得した選手たちはほとんど3冠達成まで残っている選手ですし、かなり豪華だなと思ってしまいました。ちなみに昨シーズンの開幕のスタメンはこんな感じでしたが、2年目の開幕時のスタメンはこんな感じとなっております。そんで成績の方を見ていきますと、プレミアでは勝ち点100で優勝を決め、カラゴーカップでも優勝、さらに FA カップでは5回戦で敗退し、チャンピオンズリーグではベスト8と、昨シーズンから一気に成績を上げることに成功しました。まあ2年間の合計でね5億ユーロ近く使っていますから、これぐらいできて当たり前だろ、結局金だ金だって思ったんですけど、まあユナイテッドもねここ2年間ぐらい実は同じぐらいの金額を使っていたので、やっぱりフロントって重要だなと改めて思ってしまいました。チャリオチたちイネオス、マジでユナイテッド救ってくれよ、頼むよ。そんで大きな結果よりも個人的には面白いと思っているスタッツの変化を見ていきますと、またもや大きく攻撃面が変化しており、特にゴール数は1年目に80でしたが106まで増えることとなり、決定機は76から95に増加しておりました。いやゴール数が100ってさ、まあ
シンプルに羨ましいよね。だって1試合で最低でも2ゴールぐらいは決めてたよっていうことっしょ。いやマジでユナイテッドここ最近ゴール数が少ないので、まあこの辺はね羨ましいなと宗教上込めちゃいけないんですけど思ってしまいました。ホイとかアントニーとかさ、ガルナチョが年間100ゴール決めてくれたら休憩っていうかさ、得点が一番楽しいっていうのはあるじゃないサッカーって。なんかちょっとユナイテッドの話は次の動画でやるから、この辺にしてシティの話進めていこうかなと思います。そんでパスのスタッツもね上がることとなっており、昨シーズンは 22,705 でしたが 28,241 に増加しており、パスの成功率も 86% から 89% に上がっております。まあポゼッション系の監督ですから、いい選手を獲得してその選手たちをペップが使ったとなれば、まあこのパスの数値が上がってるのは当然なのかなと思います。また守備面での変化を見ていきますと、クリーンシートが12から18に増加し、失点数が39から27へと大幅に減少していくこととなりました。1年目の時はね細かなスタッツの変化はあったものの、失点数やクリーンシートなど大きめな変化はあまり見えませんでしたから、2年目はね一気にこの辺の数値が変わっておりましたから、やっぱ夏に加入した守備陣営、やっぱり夏に加入していた守備陣営、まあ冬にラポルテも加入しているんだけども、まあ彼らがうまく機能していたっていうのが分かるスタッツになっているのかなって感じです。また細かいスタッツも見ていきますと、タックルの総数が642から563へ減少、またインターセプトは498から346へと減少し、クリアの数も904から588へと大幅に減少していることが分かります。これらの変化から考えられるのは1年目から2年目の変化でね、1年目から2年目の変化でディフェンス時のアクションがかなり減少して、まあパスの数がねめちゃめちゃ増えているということから、やっぱり守備する時間よりもボールを保持して攻撃している局面が増えているのはよく分かりますし、1年目と2年目でねここまでスタッツが大きく変わっているとは思わなかったから、戦術が機能し始めたんだな、3億ユーロ使った回があったんだなと思ってしまいました。こんだけ守備する時間も減ってさ、攻撃する時間が増えたらそりゃ得点数も増えるだろうし、まあファンは見てて楽しいだろうね。ちなみにこのシーズンの最終節のメンバーはこんな感じとなっておりました。おいえお。そんで3年目のシーズン1819シーズンを見ていきますと、これまでペップとシティはね移籍市場で大金を使いまくっておりましたが、このシーズンは6780万ユーロでマフレズを獲得したことが一番大きな動きとなっており、このシーズン移籍市場で使ったお金は7859万ユーロとなっておりました。まあ2年近くでね約5億ユーロ使ってますから、まあ2年間でほとんどスカットは完成したと考えていいんじゃないかなと思います。このシーズンの開幕のスタメンを見るとそう思えるよね。そしてペップとシティの結果の方を見ていきますと、プレミアでは連覇を達成することができ、 FA カップ、カラオアカップ、そしてコミュニティシールドでも優勝することになり、国内でトレブルを達成。しかしチャンピオンズリーグでは準々決勝で敗退ということでございました。まあ移籍市場での動きはねマフレズを獲得しただけということになってますから、ペップとシティはねほぼ2年間でチームを完成まで持っていったっていうのがなんとなくわかるんじゃないかなと思います。そんでスタッツの変化を見ていきますと、クロップと同じく3年目では守備面のスタッツが大きく変化しており、3年目では失点数が27から23へ減少し、クリーンシートは18から20に増えることとなりました。また1年目からね2年目にかけてタックルの数なども減っておりましたが、3年目になるとさらにその辺の数値も減っており、タックル数は563から518へ減少、そしてクリアも588から543へ減少しました。しかし3年目にはね増えている項目もあり、それはインターセプトとなっておりまして、346から362と若干増加することとなりました。まあインターセプトがね、まあ、少し増えているのはもしかしたらハイプレスの精度が上がったからなのかなと思ってしまいました。まあこの辺の判断はねスタッツを見てだけの判断ですから、有識者の方はぜひコメント欄でウェイをしてください。とりあえずこれらのことを見ていくとね、インターセプトの数値は増えていたものの、全体的にねやはり守備時の行動は減少傾向にありますので、2年目から3年目にかけてさらに攻撃する時間は増え、失点数は減ってクリーンシート数が増えてますから、シティの守備はさらに硬くなったと考えていいのかなと思います。そして攻撃面見ていきますとね、得点は106から95と少し減少し、決定機は95から101と少し増えるということでございました。まあ四捨五入するとねほぼ変化ないということですから、ペップとシティは2年間で、まあ、チームのことをほぼ完成に近づけたと言っていいんじゃないかなって感じです。ちなみに3年目の最後のスタメンはこんな感じとなっておりました。そんで、まあ、まとめに入る前に、まあ、ペップが就任する前のシティと3年目のスタッツの方を比較していきますと、得点数が71から95へ増加し、決定機は55から101とかなり増加しております。決定機がほぼ倍になってるってすごい
すごい変化だよね。そしてパスの数値も見ていきますと、就任前は24,88でしたが、26,581へと増加しており、パスの成功率は 83% から 89% へと増加しております。数も増えているけどね、質も下がってないっていうのは、ペップの戦術が素晴らしいのはあると思いますし、パスが上手い選手を集めきれたフロントもすごいんじゃないかなと思います。とりあえずこんな感じでね、攻撃面でのスタッツがかなり変わっておりますが、守備時のスタッツもかなり変化しており、クリーンシート数は16から20と控えめな変化ですけども、失点数は41から23とほぼ半分になっており、タックルの数は729から518、クリアの数は940から543、インターセプトは630から362と、守備時の行動がかなり減っているっていうのがわかるんじゃないかなと思います。このことからね、まあ、シーズンごとを振り返るときに何回も言ってますけど、ペップが就任したことによって、攻撃の時間が増え、守備の時間が減って、プレミアリーグを制覇したと。ことでございます。まあ同じような現象ね、まあ攻撃的なサッカーをして守備の時間が減っているっていうのはクロップのリバプールにも現れてましたので、まあペップはポゼッション、クロップはゲーゲンプレスとスタイルは違うんですけども、攻撃は最大の防御っていうのはまあ間違いないのかなと思ってしまいました。まあとりあえずね、まあ両方とも振り返ったので共通点、まあちょっとね、さっきのパートでも言っちゃいましたけど、まあ細かく振り返りながらまとめさせていただきますと、ペップもクロップも就任してから、とりあえず攻撃する時間を増やし、ゴール数や決定機を増やしていき、攻撃的なサッカーを実現させ、徐々に守備の時間を減らしていくっていうのが分かったと思います。そして移籍市場では、大金を使った際、ほとんど失敗することはなく、加入してから攻撃陣営だろうと守備陣営だろうと即座に活躍しておりますので、移籍市場での動き方を間違いないフロントのサポートも素晴らしかったんじゃないかなと思います。また細かいスタッツを見てて思ったんですけど、一気に上がる時は上がってますが、まあ徐々に上がってるから、就任前と就任してから3年後のスタッツが大きく変わっているっていうこともよく分かりましたので、結論なんですけど、やっぱ監督としての実力があり、フロント陣営もねかなり優秀であれば、3年間時間をかけた場合、クロップとリバプールはチャンピオンズリーグ決勝まで進むことができ、ペップとシティはプレミアを連覇できるということなんじゃないかなと思ってしまいました。だからマジで3年間まあ時間をかけるのはいいんだけど、まあフロントが優秀じゃないと難しいし、監督の実力もないと難しいってことだから、まあどちらかが欠けてたら、まあ正直しんどいよね、3年もかける意味はないよねっていうのは分かったんじゃないかなと思います。そんでせっかくなんでね、我々ユナイテッドとテンハグのケースの方を見ていきますと、テンハグはかつてアヤックスでね、国内リーグだけでなくチャンピオンズリーグでも結果を残した監督ですから、監督としてのね実力は微妙だと、いまいちだと俺はここ最近の動画でずっと言い続けてますが、一旦テンハグに監督の実力はあると仮定して話を進めていこうかなと思います。するとテンハグはね、シティやリバプールと比較してしまうと、即戦力系の選手を特に前線で獲得することができておらず、ホイルンドとアントニーはね一応前線の選手でかなり実績はね高かったんですけども、ぶっちゃけこれからっていう感じが強い選手たちとなっております。で、即戦力っぽいねマウントは獲得しているんですけど、ほぼほぼ活動できておりませんから、ペップやクロップのように獲得した選手たちがね、まあ試合を決めるような活躍をして勝ち点を積み上げるみたいなことができてないのは、まあ仕方ない部分もあるのかなと思ってしまいました。まあとりあえずこの辺だけを振り返ると、即戦力系の選手を取ってこれなかったまあユナイテッドのフロント陣営は、まあ結構まあやってる感じはするし、クロップとかねペップと比べられてしまうテンハグっていうのは、まあかわいそうなのかなと少し同情してしまいました。まあユナイテッドに関してはね、この辺で終わらせて、もうユナイテッドの分もね、もうしっかり台本書いて2年間のねスタッツの推移みたいなのももう出しておりますから、今回みたいに動画にする予定がありますので、まあこっからねチャンピオンズリーグありますから、すぐ出すつもりではいますけども、まあこの動画が出るのを待ってほしいかなって感じです。まあとりあえずこんな感じで今回の動画は終わろうかなと思います。こっからねテンハグの話しだすとね、多分めちゃめちゃ長くなっちゃって、さすがにねリスナーも見ないと思いますから、テンハグとユナイテッド編についてもねすぐ出ると思いますので、少々お待ちください。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、チャ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